マイセカンドアオハル第1話を見たので、それに関して話していきます。ザ・ TBS 火曜10時が帰ってきたぞっていう王道的な恋愛ドラマのように思いました。これは胸キュンですよ、本当に。主人公が住むことになった寮でね。うん、そこの寮の掟で、寮の内部で恋愛とエロいことは禁止という、そういう約束があるそうですけども、絶対 絶対そのはは破るフラグですよねあれは <laughs> 主人公、さやことタクがお互いにお互いのことを好き合って、そんな感じの展開があるんじゃないでしょうか。もう好きの感情を止められないっていう、そんな感じの展開があるんじゃないでしょうか。 全視聴者が望んでる設定です。うん。<laughs> 展開は読めるけども、その通りの展開になる気持ちよさがこの作品にあるのかなとも思いました。そんなわけで、今回のドラマのストーリーですね。どん底 OL 争、さやこが大学生になるというドラマです。主人公さやこは、高校生の時に一番最初、大学に入学しようと思って、受験当日に両腕を事故で骨折、受験を断念した過去があると。その当時の 女子高生を演じてるのが広瀬アリスさんなんですよね。恐ろしいですね <laughs>。広瀬アリスさんが演じてても違和感が全くないという、そんなことあり得ます むしろ美しさに磨きがかかってるような、そんな感じすらもしました。まあ、いずれにしても女子高生を演じても違和感のない女子、それが広瀬アリスさんなんですね。そんなわけで、そんなさやこですね。非正規雇用歴12年に突入、細々と生活していたけども、会社もクビになるし、不幸のどん底にいました。 ここら辺のね、前半部分はちょっとね、こう見てて、ああ、辛そうだなーって思ったけど、後半部分になって盛り上がったなというふうにも思いました。ね、もうそういう不幸な状況にありながら、スマホもなくしたと思って電話をかけたら、それに出たのが大学生の宅であったと。ああ、よかったということで、このスマホを取りに行くと、待ち合わせの場所は国立、 新美術館だったと。ねえ、あんなおしゃれな場所で待ち合わせするなんて、運命的な出会いを感じずにはいられないなと思いました。お礼を申し出るけども、コンビニぐらいでしかおごれないというさやこに対して、各はじゃんけんしないかと申し入れて、二人でじゃんけんでチヨコレートと歩いてました。グリコですね。すごいピュアな。 シーンでもあるなと思いました。港区界隈でチーオコレートとつぶやきながら歩く大学生とアラサー女子、同心に帰るかのような無邪気な時間を過ごしている二人が映されてました。いやー、おしゃれだなとも思いました。ね、港区界隈であんな童心に帰るような無邪気な姿が映されているのは美しいなとすら思います。あそこでちょっと通りを挟んだ飲み屋とかを覗いたらそれこそよくわかんないおじさんがラウンジ上を相手に腕につけた金のブレ S レッドをちらつかせながらくどいてる姿が見られる欲望に渦巻いてるそんな街の片隅であんなピュアな関係を築いているっていう素敵じゃないですか そんなふうに思いました。いずれにしてもその後にさや子は大学に行きたかった未練を口にすると、それに対してタクが行けばいいじゃないと背中を押してくれるシーンにも繋がりました。ここもなんか青春してる感じ。どうやらその言葉が胸に刺さったさや子はどうしたものかと悩んでいると、ある日事故に遭ってしまったと。その医者料で大学受験を できるな、ということで、決意をしました。まあ、ここら辺はね、うんー、まあ、この、火曜10時ならではの、少し、ね、強引な展開ではあるけども、まあ、いいでしょう、ということですよね。この、整合性を保つための、この、ドラマティックなシーンよりかは、早く、イケメンとの、うん、<laughs> イケメンとのイチャイチャシーンに、この重点を置いてほしいという、そんな感じなのかなと思いました。だからね、その後もね、えー、大学受験をしました今日あっさりと合格してました。ね、ここはま、ドラゴン桜みたいな、そんなドラマかなと思ったらね、そこは さらっと行くんですよね。だからもうこのドラマには明確な目的があるんだなと、ね。視聴者に何を見せたいのかがもうすごくわかりやすいなとすら思いましたね。見せたいのはその受験で奮闘してる姿ではないと。 うん、大学生生活で青春をやり直している姿、それを見て我々がいいなというそんな感情で、そういう健全な恋愛関係を見て我々はもだえるというね。うん、そういうドラマなんだなと。TBS 最高ですね、もう。こういうドラマを見たかったなって思いますね。うん、なんかこのね、たまにありますよ。何をこのドラマ見せたいのかなってこう、視点がぼやけてるが故に、結局展開もよくわかんないなとか、うん、なんかキャスティングは豪華だけど、ね、これ結局何見せたいの ってよくわかんないドラマとかねそんな中 tbs は明確にあちゃんとわかりやすいドラマだなというのはね好感を持ってます素敵ですね失われた青春を取り戻すかのようにイチャコラこれからが始まるそんなワンクールになるのかなと思って期待に胸が締め付けられるそんな気にもなっておりますそんな青春真っ盛りなシーンが映されるかと思いきやしかしいざ大学にさや子が行くとサークルの勧誘の時にはモーゼの10回のようにみんなが人を 分けて誰も勧誘ししててこなないいいという露骨に避けられてる切ないシーンがありましたちょっとね、あれは悲しかったなと思うシーンでもありました。世間の冷たさってそんなところに出てるんだなという感じだけど。でも、女子高生役を演じても違和感のない広瀬アリスが実際に来てたらね、男子大学生はほっとかないと思うんですけどね。 <laughs> ぜひともうちのサークルに入りませんかとか、そういう勧誘があっても不思議ではないのかなとも思いました。だからこのドラマでも楽しいとか明るいだけじゃないんだなと。うん、おそらく辛い展開というのも用意されてる。そんな嫌な予感もちょっとしてるんですよね。でもそういう辛さを乗り越えて、えー、努力している姿が、あ、頑張れっていう風に主人公を思わず応援したくなるような、そういう気持ちになるのが、よりそうドラマに没入感を 与えてくれるそんなものにもつながるような気がしてるんで最終的なうちはハッピーになってほしいなと1話を見て思いましたしかしそんなさや子は学校までの通勤時間が片道2時間半で往復5時間かかるとその問題に関して友達に話すと一緒の寮に住むことになりましたねたまたま仲良くなった友達ギャルとかいましたね紹介してもらってそこに住むことを決意するというねもうそういう行き当たりばったりな感じでしたねあまり 計画性なくそこを、ねうん、なんか思いついたら一気に突っ走ろうとする、そんなまっすぐな性格の方なのかなと思うような、そういうキャラクターだなとも思いました。裏表ない、ね、気持ちのいいぐらいわかりやすい人の方が、まあ見ていて好感も持ちやすいなというのもあるようにも思いました。いずれにしてもその寮に向かうと美術館で出会ったタクがいたと。ね、サヤコがあの時の人だよねと声をかけるもタクは何なのそれと冷たく返してました。 ちょっと切ない。だから、タクはすっかり忘れてるような素振りを見せてるというね、そういう血を対応している男子だったわけですね。 そんな冷たいキャラクターなのかなと思ってたんですけども、一話の最後にして甘々な展開というかね、冷たい対応されたそこからですよね、今回の一番の見どころ、シェアハウスの住人で飲み会を開催、それぞれが解散した頃、さやことタクは二人で飲むことに、ちょっとあれ取りに行ってっていう時、じゃんけんで決めてタクが負けたんで、じゃあ取りに行くかと歩き出した時にタクは チオコレートと言ったわけですね。このチオコレートは国立新美術館でやりとりしたのが再現されて、それが耳に入ってきたサヤコはドキリとしたんですよね。驚いて振り向くと、うん、大学生になったんだねってタクは言ったんですね。それで、覚えてたのって、まあ問いかけると、忘れてるわけないじゃん。 ここで初めて笑顔を見せる展開でした。それまでは無表情でね、こう冷たい感じの表情だったのが、ここでね、まあそれまでの振りが効いてて、一気にまあ明るい表情ですよね。ミッチーになるわけですよ、この表情が。初めから、ええー、覚えてるっていうことでね、ねねこうニヤニヤしてるわけじゃないんですね。<laughs> 初めのうちはちょっとこの突き放してるかのような、うん、ああいう、あなんか冷たい感じだなって思ってた。 そこのギャップが、まあ、すごかったなということを思いましたね。うん、ね公式サイトの策の説明文を見ると、 潮見大学建築学科の大学生、ぶっきらぼうで一見何を考えているかわからない低体温男子だが、建築のこととなると熱量が一気に上がる一面もあり、そのストレートな言動がさや子を揺さぶる、単成な容姿を持ち合わせているが、恋愛スキルは不明と書かれているんですけども、も恋愛スキル絶対マスターレベルまで登り詰めてるでしょうって <laughs>、どことなく想像するぐらいの、それぐらいのうまい返しだったなと思いました。 いずれにしても、この反応に早くも SNS などを中心に大きな話題となっていて、トレンド入りも果たしたそうです。おめでとうございます。特に、この忘れてるわけないじゃんのセリフの直後には BGM に何は男子の I wish の曲が流れたと、忘れないよ走り出した夢を乗せて恋焦がれた季節はという 歌詞があると。つまり、ドラマの忘れてるわけないじゃんと、歌詞の忘れないようがリンクしてると。そんな内容になってることにも大きな反響を起こしてるようでもあります。いやー、すごいですね。予約もすごい数になってるそうでしてね。タワーレコードオンライン J-POP シングルウィークトップ30では、まあ、2023年10月に17日に発表された内容によると、予約1位には何は男子アイウィッシュが栄冠に輝いたと、 メディアで報道されてもいました、うん。それだけ大きな反響になっていますが、その時の SNS のコメントも紹介させていただきます。まんまとカー22ドラマの沼に落とされた第1話あと5時間放送してとか、あとは来世まで持っていきたい思い出ワンスインすぎる。 とか、私を含めバタバタ道重たんが倒れる音がしたや、主題歌かかるタイミング天才すぎるなどがありました。もう早くも好評を博しているようです。今後の展開というのもどうやら伏線も張られているようで、タクは大学2年生だけど21歳の代であると。つまり3年生にしなかったのは物語的な意図があるんじゃないかと、タクの過去には何かしらがあるんじゃないかと予想してる声も上がっていました。 どうもね、相関図を見るとね、まあ、り、ね、うの、ん、ね、一緒に住んでる、キーナと今後に何かありそうだなと。相関図では矢印で結ばれてるんですけど、ハテナマークがついてるんですよね。そこには、タクの過去が密接に関係してくるのかなと予想してます。恋のライバルがキーナになるんじゃないのかなと。うん、つまり、サヤコは、ちょっと自分の年齢に劣等感を感じるんだけど、その弱ってる、 さやこに対してタクが年齢なんか気にするなよっていうことで優しくハグをするとかまあそういうことで再び自信を取り戻してまたイチャイチャタイムに戻るとかそういう山あり谷ありな展開になるんじゃないのかなと思ってますね特に次回予告では車を運転しているタクの姿にも喜びの声が上がっていたり今後に見どころシーンが目白押しともなりそうですよかったらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします